皆さんこんばんは。バーネコマテアの新井です。いつも番組ご視聴ありがとうございます。最近カクテルの動画だけではなくてカクテルの作り方、ね、先日は例えばボトルの開け方とか注ぎ方とかね、あとはかっこいいシェーカーの開け方で、続いてはシェーカーの振り方などを紹介しました。ずっとシェーカーなんですよね。で、まあ、動画の中で、まあ、コメントでもいただいていたんですが、ちょっと難しいんですが、次の、技というかね、カクテルの技法の一つなんですが、ステアっていうのを作りたいと思います。まあ、バーに行かれてる方は多分見たことあるんですと、あると思うんですけども、普段ねバーに行かない方は多分見たことのないそのカクテルの所作なんですが、これねミキシンググラスっていうのがあって、そのミキシンググラスの中でこういうねバースプーンっていうのがあるんですね。そのバースプーンを使ってグラスの中でカクテルを作るという作り方なんですけども、実はねこのねステアっていうのは混ぜ方のことなんです。ただこの混ぜ方がすごく上手だと、これがまたねかっこいいんです。かっこいい作り方なんですね。でもねやっぱり自宅でねそのミキシンググラスなんか作る機会ってないと思うんですよ。ただねなくても例えばハイボール作るときとかジントニック作るときとか、そういうときも必ずマドラーとかバースプーンを使って混ぜると思うんですよ。その時の所作がちょっとかっこいいだけでもやっぱり僕はいいんじゃないかなっていうふうに思うので、今日はそのステアの、ね、かっこいいステアを皆様に教えたいなっていうふうに思います。ではまずですね、本当はステアっていうのはいいですか、持ち方がありまして、まずね右手の人差し指とそして中指がバースプーンの奥側に来て、親指と薬指が手前に来る4本の指で支えてるっていうのが、これが一応スタンダードの持ち方ですね。でバースプーンの中心にねちょっとバランスを置くとちょうど回しやすいので、これを持ち方です。そしてこの持ち方のままグラスの中に、ね、スプーンの外側から注いで、常にスプーンの外側がグラスの内側を這うような、そういった混ぜ方のことが、まあ、綺麗なステアの仕方なんですが、ただね僕ね今日教えたいのはかっこいいステアなんで、ちょっと初めね難しいことを言うかもしれませんが、皆様先ほどのねバースプーン一回忘れてください。そして、そうですね、ストローもしくは、お箸でもいいです。あんまりね上と下のね細さが変わらず、まあ、割り箸みたいな感じの方がいいですね。そしたら、まあ、今回じゃあストローを用意しますね。そしてまあ何でもいいです、そばにあるグラスマグカップでも構いません。それ用意していただいてね、ストローを先ほどと同じ持ち方持っていただいて、ね、そしてグラスの真ん中に、はい、ストローを刺します。そうしましたらいいですか、次ねここがポイントなんだけど、中指と親指を離します。そうするとストローが自分の方から言うとね向かって向こう側のねグラスの向こう側のところにちょっとくっついてる状態なんで、ストローが落ちずに支えられてる状態になるんです。そして次は、今離してる指を触って、触っている中指と薬指を離します。すると次はねこういう状態、グラスの手前側のところにちょっとストローがついてるのでやはり落ちないんですね。これのね実はね繰り返しをするんです。直線的な繰り返しですね。1、2、1、2、これもゆっくりでいいんで間違わないようにやってください。これがだんだん慣れてくると速くなります。実はこの混ぜ方でこの今の動きのままストローではなくて、ごめんなさい飛んじゃいましたね、ストローではなくてバースプーン、これするんですね。そうすると先ほどのこのバースプーンをストローと見立てて回していただくと、バースプーンってよく見るといいですか、小さいね細かいねスクリューがあるんですね。このスクリューがねじりですよね。このねじりがね指と指のところにはまると回転してくれるんです。なので混ぜようっていうふうに混ぜ思うと腕とかね肘
肘とかが回ってしまうので、そうではなくてあくまでも指の上下の動きだけで回すようなイメージで回してあげるとね、驚くんですけど、いいですか。2本指ですよね。次こんなんです。1、2、1、2、2本指で縦の動きしかしてないのにもかかわらず回ってくれる。この動きができた上で、先ほど例えば、ハイボールであればこのグラスの中に氷が入りますよね。そうするとより直線的な動きを氷が邪魔するので、より回転しやすくなるんです。2本指で先ほど綺麗な回し方ができるのであれば、先ほどの話は戻りますが、4本指でステアをすることができれば、4本指でステアをすればよりスムーズに回すことができるってことですよね。だからこれがすごく、まあ、練習方法としては良くて、実際にカクテルも僕もこの2本指の、ね、ステアで回すとすごく上手にいきます。もう一回やってみましょうか、ね、この段階で4本指で持つとさらにスピードアップした綺麗なステアができます。こんな感じですね。なのでハイボールであれば、ここの中に先ほどお話ししましたが氷を入れて、そしてちょっと氷入れてみましょうか。実際ね、氷を入れた状態だとね、さらにね回しやすくなるんです。かっこよくないですか。はい、ちょっとねすごく難しい難易度の高い技なんですけども、マスターできればとってもかっこいいと思うので、ぜひ皆さん試してみてください。次回の動画では、実はこの先ほど紹介したミキシンググラスを使ってステアというね技法を応用したカクテルの王様マティーニをご紹介したいと思います。ぜひ楽しみにしていてください。またね。